はい、皆さんこんばんは、ゆきあみです。今日は、百式でまたね、前回のリベンジでいきたいと思います。ね、勝利ポーズがちょっと見たいんでね、どうしてもね、百式に乗ってから勝利回数がね全然上がらないんですよ別にね、決してやられてるとかそんなわけじゃないんですけど、まあやっぱりね、なかなかね、戦友の方でね、みんなでね行くようなこともないですからね、なかなかこう野良でやってる中で勝つっていうのはね、なかなか難しいのか、まあそういう感じですね。実際勝率もそんなに良くはないんですよ、ゆきあみ。そこそこ成績出してたとしても負けが多いんでね、5期6期撃破してても負けるときは負けてますし、まあなんとかね、勝利でこう飾りたいですね。前回ね負けちゃってるんでね、やっぱちょっとこう勝利ポーズが、まあ、見たい、見せたいっていうのがありますんで、ちょっと頑張っていきたいと思います。あとはね、ガンダム情報がいくつかありまして、2016年4月に、ユニコーンガンダム3号機のフェネックスって名前だったかな、ちょっと金ピカのなんかこう機体っぽいやつと、あと、ロボット魂のドムバージョンで、あとが、ガンダム今放送中のね、放送中のガンダムなど、バルバトスの方が、発売されるみたいなんでね、そちらの方、ホームページの先貼っておくんで、見てみてください。あとね、今月だな、11月26日、ガンダムカフェでね、限定メニューが出るそうです。出るメニューは、ね、ハロの、アップル味のなんか、ラテが出るそうです。ハロの絵が描かれてるなんて言ったんでね、あんな洒落た飲み物あるんですね。ガンダムカフェは僕の友達にはないんでね、やっぱり羨ましいです。はい、それではね、あとはね、近くにね、ガンダムカフェある方はね、ぜひ行ってみるのはいかがでしょうか。さあ、倒せるか。これを撃破。よーし、オッケー。バッチリ。当たれ。あれ、当たんない。うわー、ちょっとこういう時ね、バズーカーの威力が弱いっていうのはちょっと苦しいとこですね。ああ、危ない。当たれ。うわー、ちょっと待ってまずいな、ビームライフル一発でいいから当てたい。そうすればあのゼータも、ああ当てられなかった。とりあえずね、敵をこの辺に3機押し込んどいたから、とりあえずこれでちょっとでも時間稼げたかな。とりあえずこれでね、味方が押し上げてると思いたい。よし、押し上げてる。オッケー。じゃあこれなら安心してこの辺でね、がっちり戦っていけば勝てると思うんだよな。さあまたね、撃破チャンスが訪れました。パンネルが狙ってるね、ちゃんとあんな風に動作するんだね。あんまりね、使ってないからまだわかんないんだよね、手に入ってないと。よっ、なかなか詳しっぽいね。よし、当ててこう。ああ、玉切れか。結構玉切れしやすいね、やっぱり。ここで当たってくれれば。よし、距離は結構遠くまで当たるんでね、しっかり狙っていくのが大事な機体になりそうだな。これ2発しかないから、ここ1回使い切ろう。あえて使い切る。多分チャンスが訪れる。よし、オッケー。バズーカーがチャンスがあった。よし、ここだ。よし、当たれ。よし、いいぞ、この調子だな。初勝利のポーズが見せられるかもしれない。ゆきあみはもうこの本当に100式使ってから勝ってないんでね、勝ちたいんだよ今回は。狩り狙ってく。ここ、あ、危ない。ナイス。ここで使おう。本当はちょっと弾回復できてるからもったいないかもしれないけど、ここで狙いをしっかり定めて、あ、全然狙い定めてなかった。よし、オッケー。暇とかあったらね、相打ち狙いですよ。よし、うわ、あ、あ、やめて、あ、やめて、
強いな、やっぱりガンダムの方のバズーカ、何注意力だ。いや、もうちょっとね、こうクレイバズーカがね、もう少しね、こう三段じゃないやつもあったらよかったんだけどね。あら、勝つ場所がないな、どうしよう。とりあえず C は、ま、取っておきたいね、そこ。よし、とりあえず C 取られてなければ負けないだろう。どうするかな、ちょっと C の死守はお任せして、行ってみようか。行かない、みんなお任せするぞ。ちょっとだけ持ってくれよと思ったけど、ゼータ見かけてしまったらちょっと倒したくなってきた。あー、勝負だゼータ。あ、いた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 。そう、なんかゼータの反撃食らってしまった。あ、逃げられる。あ、倒したいな、あれは倒しておきたいぞ。はい、どうする。当たる？当たらない。よし、 OK、これでいい。あ、ちょっと攻撃手段に乏しいな。ビームライフ一発だから使い切ろう。下手にね、一発残しておいてもね、ダメなんでね。よし、行こう。B を取りに行けばいいかな。B を抑えてから、改めて C を取りに行けばいいかな。よし。頼むぞ、味方、持ってくれよ。こちらは完全に制圧した。これでね、うまく C 離れてくれると助かるんだけど、さすがにそれはないか。いいわ、とりあえずあれは取っとこう。よし、一発加えときはとりあえず来るのが遅れるでしょう。よし、この間や、この間にまず C を抑えて、それからですね。よし、これで大丈夫だろう、こんな簡単には。お、ちょっと待って待って待って、いる、あれは倒しておくべきだ。よし、当たった。気をつけろ、危ないきっとね、俺を狙ってくると思うんだ、あれ。よし、もらった捕まえた、終わった。よし、勝ててよかった。とりあえず勝利ポーズも見せられそうだ、これで。ガンダムカフェには行けないけれど。さあ、これが勝利ポーズか。今思って百式って、そういや、目赤かったんですね。改めてこう、ちゃんと見たな。アニメの時ちゃんと光ってたっけ、赤で。あんまり覚えてないな。そんな色してたっけって。さあ、とりあえずね、勝ててよかったです。百式。いやー、まあ、とりあえず、こう、ちょっとこう、左手がね、ガッツポーズしてるみたいな。いい感じですね。いい絵です。はい、とりあえず勝つことができてよかった。問題はパーツです。さあ、とりあえずね、成績はこんな感じです。キュベレ、やっぱすごいんですね。トップ成績になってる。やっぱ支援機みたいな感じになるのかな。なんかあの機体もあんまり接近されるとなんか何もできない感じなんですけど、中距離で戦ってる分には結構厄介そうに見えましたね。はい、それではね、結果の方はこんな感じでした。はい、それでは、獲得パーツがね、今回ログインボーナスで確かパーツ勝利した時に1枠多く増えるっていうパーツもらったんでね、はい、こちらでね、いよいよ結果が見られますと。今回の戦闘方針、何もなかったこの辺がね、やっぱ難しいところだね。うん、はい、それではね、以上、ゆきゃみでした。はい、皆さん、おやすみなさい。